じゃあちょっとね、色紙っていうやつがあって、普段はあの実家にいた頃の自分に一言っていうテーマでやってたんですけど、まあ実家の人もいるし、ハーハー撮影前の自分に一言っていうので、はい、ここにちょっと4分の1くらいずつね、うん、なんだろう、いいよ、書いてよ、いや一発目言っていいよ、いやめっちゃちっちゃくなっちゃったよ。待って、絵でも、いやいやこれ後ろに、撮影前の自分に、うん、そう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 、早く書いて、恥ずかしいわ、いやちょっと待って、撮影前の自分に、だからセリフは覚えとけても別にいいかもしれない。あーなるほどね、なるほどね、そういうことか、オッケーオッケー、なんか絵でも書いて、うん、埋めなきゃ、ちょっとちょっとやめてください、ちょっとやめて、ガチじゃん、ガチじゃん、これは松の間っていう番組なんだよ、俺これやるでしょ、みんな松井さんの顔を描いてる、ね、いいよいいよ、これさ、もうちょっとわかんねえ、私が描くよ、うん、やろう見える、あー、うん、字うめえな、なんだろう、私結構寝坊してるね。それかけば。優先順位考えろ。優先順位考えろ。優先順位にそれを削ってたら、寝坊しなかったじゃん。ガチのダメ出しみたいな。お母ちゃん。はい。早い。ああ、なるほど。あー、三浦透子、かっこよ、なんだそれ、かっこよ、こういうのやってくるじゃん、すごい、ほんとさ、大丈夫、なめんな、セリフ覚えよう、あと目覚ましをかけろ、始まるまで我慢、ってことで、はい、じゃあそのわけで、ちょうどこれ流れる頃、私の母はまだというか、ガンガン公開してるので、まだ見てなかったら、はい、ぜひ劇場で見てください、見てください、どれ、なんか一番近いですね、うん、ダメだ、手振るとかちょっとダメ、手振るとかできない、いいよ、はい、じゃあそんな感じで、はい、私たちの母チームでした、ありがとうございました、ありがとうございました。はい、第13回収録終わりました。なんかこう女子校に一人混ざったみたいな感じで結構こうあれでしたけど、大丈夫、結構こうセリフ聞き取れたかどうかちょっと不安だったんですけど、まああのこう雰囲気ってことで、楽しんでいただけたら幸いです。母あの全国公開しておりますので、もし見てない方、またあの見た方でもあのこれを見てまた見たいならまた全然違う感じになると思うので、ぜひぜひ劇場で見てください。それではありがとうございました。おー